さあ始まりましたキックオフ静岡。今日は高校サッカー選手権静岡県大会の準決勝が行われた、先ほどまで行われていましたエコパスタジアムから生放送でお送りします。はい、ゲストは鈴木啓太さんと奈良岡翔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人とも今日の準決勝を解説していただきましたけれども、まずは啓太さんの2試合ともまさに激闘でしたよね。もう本当手に汗握る、本当どっちが勝ってもおかしくない試合でしたよね。はい、うん、であの啓太さんも高校サッカーのご出身ですけれども、選手たちもかなり気持ち見えてましたね。はい、ねえ、もう本当にどっちが勝ったのみたいなねところありますよね。そこをねこの後見ていきましょうか。はい、さあそして昨日行われた J2 リーグですけれども、 J1 自動昇格に向けて奈良岡さん、はい、かなりこちらも熱い試合でしたね。そうですね、プレッシャーのかかった試合の中ですごい試合でしたね。もうエスパルスもジュビロも本当によく戦ったなといったところなんですが、この後たっぷりこちらもお伝えしていきます。ではスタートしていきましょうか。皆さんいきますよ、はい、せーの、キックオフ。エコパから生放送でお送りする今日のキックオフ静岡、目が離せない J1 自動昇格圏2位争い、エスパルス・ジュビロのゲームを徹底解説。さらに、高校サッカー選手権県大会準決勝を超速報。強豪が激突したベスト4、決勝に進んだのはどのチームか。それではキックオフ静岡スタートです。前節18位熊本にまさかの3失点を喫し完敗したエスパルス、それでも3位ジュビロと4位ヴェルディが引き分けたため2位をキープする形に。残り2試合連勝すれば自力で J1 自動昇格を決められます。最後の最後までこうサポーターが選手が回ってる時にまで俺たちがついてるっていう声援を送ってくれましたから、あの声に応えなければ不くぼれじゃないと思ってますから。サポーターの声援を背にいざホーム最終戦へ。21位大宮をホームに迎えたエスパルス、前節 J リーグ通算100試合出場を達成したサンタナがいきなり見せます。前半2分、白崎から右サイドの原へと展開すると、クロスのこぼれ球にチアゴ・サンタナ、開始早々エスパルスが先制します。啓太さん、これはもうさすがエースといった得点ですね。いやもうゴール見てないですからね、うん、もう感覚でシュート打ってるんですよ、うん、ここね、ただ技術の高さそしてセンスですよね。なかなかこういうゴール決めれる選手いないですよね。そうですか、うん、反応としっかりコースもいいコース行ってましたね。素晴らしい。しかし7分、大宮にチャンス、室井に抜け出されシュートを放たれますがこれはクロスバーに救われます。16分、エスパルスはカルリーニョスがこの位置からシュート、ゴールに迫ると。アディショナルタイム、乾が右サイドの山原へ展開、クロスにカルリーニョス、エスパルスに追加点が生まれます。啓太さん、私もこれスタジアムいたんですけれども、はい、なかなか追加点入らない中で、うん、このゴールかなり沸きました。落ち着いてますよね、はい、そしてもう自信を持ってもうサイドネット狙ってるじゃないですか、うん、ただここね得意なゾーンなんですよね、はい、ただ技術の高さそして落ち着き、このね2点目が入ったことでさらにね落ち着きを持ちましたよね。あとゴールの前に選手たくさんいましたよね、うん、まあ、ただチアゴさんとはねしっかり潰れてましたよね、はい、うん、後半に入り11分、高橋のフィードに反応したカルリーニョス、これは惜しくもゴール右。
14分、大宮にクロスボールからヘディングを許しますが、ここは権田がナイスセーブ、チームを救います。すると18分、相手陣内で乾がボールを奪うと、途中出場の岸本へミドルシュートを突き刺し3点目。啓太さん、本人はなかなか珍しい左のシュートだったって言ってたんですけれども、はい、このゴールいかがでしょうか。まあ、相手に当たってね、少しコース外れ変わってるんですけれども、やはりね、こういうミドルシュートが入ってくるとね、チームとしても勢いが出てきますよね。最終節に向けて大きなゴールです。あ、そうですか、はい、さらに23分、カルリーニョスが激しいプレスでボールを奪うと、フリーになっていた乾へ鋭いカウンターから乾の今シーズン10点目となるゴールが決まり、これで4対0。ホーム最終戦で快勝したエスパルス、 J1 自動昇格に王手をかけました。必ずこの清水エスパルスというクラブが帰るべき場所、戻るべき場所へしっかりと戻れるように、あと1試合全員の力を持ってアウェーの地で戦ってこようと思っています。最後もう1試合ありますので、来れる方来れない方いると思いますけども、最後の最後まで我々に魂とエネルギーと戦う姿勢をぜひ植え付けてください。本当に1年間ありがとうございました。前節自動昇格を争う4位ヴェルディとの直接対決はドローに終わり、勝てば2位浮上というチャンスを逃したジュビロ。残り2戦、キーマンとなるのがミッドフィルダー上原力也。ヴェルディ戦でも貴重な同点弾をマークし、現在2試合連続ゴール中。負けられない一戦、勝利へ導けるか。逆転昇格へ勝利が絶対条件のジュビロ、注目の上原は7試合連続のスタメン。また前節負傷交代したジャーメインに代わり、ワントップには18歳の後藤が入りました。前半15分、その後藤に注目。前線でボールを収めると10番山田へ、一度は跳ね返されますが、クロスに合わせたのは山田。キャプテンの4試合ぶりのゴールで幸先よく先制します。さあ、鳴岡さん、もクロスもヘディングも完璧でしたね。そうですね、この試合入り非常に多かったんですよね、でこの中でペナルティなんかでも人数かけてしっかり競っていて、山田選手の珍しいヘディングシュートでしたね、もうほんとキーパーも取れないところ入りましたね、はい、素晴らしいゴールでしたね。ジュビロの10番は頼りになりますねこれで勢いに乗ったジュビロ、さらに35分、上原が強烈ミドル。これで上原は3戦連発、リードを広げます。いや、ちょっとこのゴールは鳴岡さんもビューティフルですね。声出ちゃいましたね、またこのセカンドボールしっかり拾えるところまで後ろから押し上げてるんですよね、この試合何度も、はい、このファーストアーチ前にいて、もう一振りですよね、体をひねってこのファーへのシュート難しいんじゃないですか。このコースすごいですよね、ここからひねって素晴らしいですよね、試合連続ゴール。さらに前半終了間際でした、ドゥドゥが泥臭く押し込み、前半だけで3点と怒涛のゴールラッシュ。後半に入っても勢いは止まりません。立ち上がり華麗なパスワークを見せます。ドゥドゥ、上原、山田、後藤、そして最後は松本の今シーズン8点目はゴールまで全てワンタッチ。
見事な連携に横内監督もご満悦。終了間際には途中出場のファビアン・ゴンザレス。ジュビロホーム最終戦は今シーズン最多タイの5ゴールで快勝。逆転昇格を信じ運命の最終節に臨みます。残りの試合1試合になるのか3試合になるのか分かりませんが、必ず昇格をつかみ取りたいと思います。皆さんの声、声援、応援は本当に僕たちの力になっています。残りの試合も共に戦ってください。そして先日引退を発表したジュビロ一筋19年目ゴールキーパーの八田直樹、昨日サポーターを前に引退セレモニーを行いました。長いより短い19年間、嬉しいこと楽しいことよりも辛いことが多かったサッカー人生でしたけど、最高でした。本当に本当にありがとうございました。さあ、元ジュビロの奈良岡さん、この八田直樹選手とも同じチームメートだったんですよね。はい、そうですね。昨日実は現地に行って、はい、セレモニーに見させていただきましたけれども、まあ、彼の、ね、本当人柄というかそういうところがもうにじみ出てましたよね、まあ、プライベートでも一緒にいる時間長かったですし、まあ、そういったところで、まあ、上の人からは慕われて、下の人からは本当にか、ね、あ、上の下の人からは慕われてたんで、まあ、本当に人柄出てましたね。まずは一区切りお疲れ様でしたというところですね、はい。さあ、そしてエスパルスとジュビロが共に大量得点で勝利、そして先ほどまで行われていました東京ヴェルディが勝利したということで、最新の J2 の順位表がこちらになっています、はい、J1 自動昇格残りの一枠は最終節に持ち越しということになりました。ケイタさん、この3チームが共に譲らず勝利って、この展開すごいですね。しびれる。しびれますね。でもやっぱりこういう昇格争いしているところでこういうレベルの高い形で争ってくれるっていうのはサッカー人としては嬉しいですよね。そうですよね。どこかが負けてというよりもね、勝ち続ける、上のチームが勝ち続けることで上がっていくってことは大事ですから、はいはい、自力で昇格を決められるエスパルスは4発快勝でした。試合はどのようにご覧になりましたか？いや、終始エスパルス のゲームだったと思うんですよ、ただやっぱりこのね、しっかりとゴールを奪っていくこの姿勢っていうのは大事なんですよね、最終節どうなるの？いやー、本当ですよ。で、まあ、結果次第ではジュビロのこの J1 自動昇格もまだあるんですけれども、改めて奈良岡さん、この試合はどう振り返りますか？本当プレッシャーかかる試合なんですよね、ここまで来るとその中であれだけのパフォーマンスが見せられるっていうのはしっかりとした準備と、あとメンタルのところ、そこのところをしっかり整えてきたんだなと思いますけどね。ホーム最終節で5対0、これは弾みつくんじゃないですか？最終節に向けては本当にいい状態を保っていると思いますね、はい。そしてエスパルスとジュビロの最終節の相手がこちらです、はい、ケイタさん、ともにアウェーになりまして、勝てば J1 昇格が決まるのがエスパルス、あとはそれ以外は結果次第ということに、もうしびれます。最後までもうどっちか上がってくれ。そうなんです。そうですね、はい、でもう最終的には両方上がってもらいましょう。続いては前節勝利し J2 残留を決めた藤枝マイ FC です。前節 J2 参入1年目で残留を決めたマイ FC、 その残留を決めたスーパーゴールが、中川和樹の超ロングシュート。波に乗る中川が今節も勝利へと導けるか。昨日アウェーで15位徳島と対戦したマイ FC、 前半39分でした。このプレーで中川壮がこの日2枚目のイエローカード、退場となり数的不利の状況に。しかしアディショナルタイム、マイ FC 西矢のミドルシュート。エンドが変わった後半4分にはアンデルソンが右サイドからドリブルで突破し、そのままシュート。攻撃的な姿勢を貫きます。
アディショナルタイムには徳島の猛攻を受けますが、一人少ない状況で何とかしのいだ舞 FC、 アウェーで価値ある勝ち点1をつかみました。はい、ということで結果は0対0のドロー。ただ慶太さん、あの一人少ない状態で価値ある引き分けということですかね。まあ、やっぱり一人少ない中でこういった勝ち点を拾えるっていうことは非常に大きいんですよね。はい、まあ期待してるんでね、このぐらいのね、筋出してもらいたいなと思うんですけど、はい、まあ、ただね、耐えて耐えて、そして最後ね、失点しなかったっていうのも大きいですよね。まあ、そんな中嬉しい情報も入ってきました。須藤大介監督が来シーズンも続投ということで、成岡さん、これは一つ藤枝前市にとって大きい出来事ですね。まあ、本当 J21 年目でこの結果を残して、はい、でまた攻撃的なサッカーを披露した中で、これを継続してまた来季もやってくれると信じてますね。須藤監督はもっと上の景色を見せたいという話もしてたんで、期待がかかりますね。そうですね、まあ、その上積みっていうところがまた必要になってきますけどね。はい、はい、上の景色見たいですね。はい、さあ、この後は高校サッカー選手権県大会準決勝の超速報です。さあ、高校サッカー選手権静岡県大会の準決勝、18年ぶりの決勝を目指す浜名、そして3年連続のファイナルへ藤枝東のゲームです。さあ、まず前半浜名にアクシデントです。エースキャプテンでキャプテンの加藤、このプレーで足首を痛めて、奈良岡さん、負傷退場、これは悔しいですね。痛かったですね、攻撃のキーマンだったんでね。その思いを受けます浜名。ただここは藤枝東のチャンスです。ここで上野が粘って、10番の渡辺がボールを受けて、ここからのロングシュート、惜しかったですね。はい、この試合本当にシュートの意識高くてチャンス作ってましたよね。はい、前半は0対0で折り返します。そして後半、先にチャンスを作ったのは浜名でした。右サイドでボールを動かしながら、このクロスに反応した西岡、ただここはゴールキーパーの藤崎、素晴らしい反応ありましたね。そうですね、この至近距離のところでよく反応しましたし、体投げ出しましたよね。はい、そして試合は延長へもつれ込みます。ただ延長後半2分でした。藤枝東の攻撃、ここで左サイドの河野がダイレクトでクロスを送るんですが、ここは浜名の細身オンゴールになってしまいました。いや、クロスの質が良かったですよね、藤枝東の。やっぱ低くて速くて、あれ対応するのかなり難しいですから、まあ、致し方ないですね、オンゴールは。この1点を守りきった藤枝東、1対0で勝利を収めまして、決勝へ駒を進めました。選手権県大会の準決勝第2試合、静岡学園プロ3人内定、そして去年の王者浜松開誠館が激突しました。前半は0対0、そして後半に突入1分、静岡学園の宮崎のヘディングシュート、ここはゴールキーパーが防ぎました。開誠館の戸塚です。そしてここは12分のシーン、静岡学園、ここで19番の吉村が持って右足シュート、これもキーパーが防ぎました。コーナーキック、静岡学園の野田がヘディングで押し込みました。ケイタさん、これね、ニアに走ると見せかけてファーサイドに、ね、逃げるんですよ、ね、マークうまく外しましたよね。そして後半21分、ここで開誠館11番の田中、ボールを収めて自らシュート、ここは静岡学園のゴールキーパー、東京ヴェルディ内定の中村がキャッチしました。静岡学園のチャンス、ボールを運んでゴール前に入って、ショーの前を開誠館のキャプテン山木がナイスディフェンス防ぎました。そして40分、静岡学園プロ内定高田のシュートはポストに当たります。そして試合終了、静岡学園が1対0で勝利しました。
なかなか点が決まらない状況の中で非常に苦しい、ディフェンス陣として非常に苦しかったんですけど、まあ、セットで一発決めたいねという話はしてたので、まあ、すごくいいボール来たので合わせるだけでした。次は決勝です。はい、まあ、相手は藤枝東さんですけど、まあ、今日以上に厳しい戦いになると思うんですけど、まあ、もう一回1週間気を引き締めて、いい準備していきたいなと思います。さあ、啓太さん、はい、静岡学園決勝ゴールは2年生の野田選手でしたね。そうですね、素晴らしいセットプレーでしたよね。あの、静岡学園オフェンシブのところばかりね注目されると思うんですけれども、はい、今年のチームはディフェンスがねしっかりしてるんですよ。なるほど。浜松開誠館相手に1本しかシュートね打たせてないんですよね。こういったところもね勝因ですよね。そして開誠館は少し選手が3人怪我でピッチを去るというアクシデントもありましたが、最後まで戦いましたね。そうですね、青島監督ゲームプランがね少し崩れてしまったんじゃないかなと思いますね。ただ浜松開誠館の選手たちね最後まで頑張りましたよね。はい、さあ、そして静岡学園強かった、ね、強かったですね、はい。でさらに藤枝東対浜名奈良岡さん、この試合も延長までもつれ込むゲームでしたね。本当80分過ぎてまた延長20分の中で藤枝東の時間、浜名の時間それぞれあったんですけど、お互い点を取るためにかなりね、うん、ハードワークしてましたよね、うん。ただこの、ね、あのゴールのシーン、失点のシーン、本当に悔しい思いありますよね。そうですね、またもうこれクロスいいんですよ、で準々決勝でも同じような形あるんですけど、やはり藤枝東のサイド攻撃良かったですよね。はい、まあ、藤枝東は7年ぶりの決勝を目指す、優勝を目指す戦いとなります。はい、ということで決勝のカードは静岡学園対藤枝東ということになりました。啓太、はい、さん、どんな試合予想されますか？もう予想つかない。そうですよね。ただね、どちらも攻撃の部分はすごくいいところあると思うんですよ、はい、なのでこれね、ディフェンスがねどれだけねしっかりねできるかっていうところね、決勝なので固い試合になりがちじゃないですか、うん、はい、このあたり翔さんどう思いますか？本当同じ意見ですよ。攻撃のところでもストロングはあると思うんですけど、それをいかにやらせないで自分たちの攻撃につなげるかっていうところがポイントだと思いますね。はい、さあ、その決勝戦、第一 TV では実況生中継でお送りします。11月11日土曜日、ここエコパスタジアムで午後1時キックオフ、ぜひご覧ください。はい、さて、来週のキックオフ静岡は J2 がいよいよ最終節、うん、J1 へ自動昇格するチームが決定します。そして高校サッカー選手権は県の代表校がこちらも決まります。次回が、まあ、目が離せない、もう30分じゃ入らないので、うん、1時間スペシャルなんとやっちゃいま す。夕方4時30分からです。はい、そのスペシャルでは、J リーグ各試合会場から中継を結びまして、試合結果を超速報、さらに徹底解説していきます。そして高校サッカー選手決勝戦の模様もお伝えします。なんと優勝メンバーがこちらもスタジオ生出演ということで、はい、豪華にお伝えしていきます。さあ、奈良岡さん、母校の藤枝東が決勝に、いやもう決勝に進んだからにはもう優勝して終わってほしいです。8年ぶりの優勝を目指してほしいですね。はい、さあ、そして J2 は最終節、この試合の結果で昇格が決まるということなんですが、鈴木さん、目が離せないですね。もう自動昇格、ジュビロ、エスパルス、どちらかで、そしてね、あのプレーオフで、まあ、どちらかが上がって、いい週末にしたいね。そうなんです、はい、静岡県勢がね同時に上がるというのをぜひ見たいなと思います。はい、今日はエコパスタジアムから鈴木啓太さん、そして奈良岡翔さんと一緒にお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後、一緒にあれ行きますか。はい、はい、次回は日曜夕方4時30分キックオフ。